はい、皆さんこんにちは。今日はですね、三重県の津市の方に向かっております。どこに行くかと言いますとね、今日は御滝の桜というね、桜の名所に行ってみたいと思います。こちらはね、国指定名所桜名所百選にも認定されている場所です。それでは今日もレッツラーゴー、行ってきまーす。はい、まもなくね、御滝の桜にね到着します。わ、芝桜めっちゃ綺麗。ここな、綺麗。ここをね、左に曲がっていただくと、もう間もなくです。だいぶあれやね、散ってるか、葉桜にもなりかけてるとこありますね。上まで行ってみましょう。さあ、どうでしょうか。でも綺麗よね。葉っぱがピンク色なんです。ここの、あ、ここからね、ずっと歩いて上に駐車場だったはず。青空出てきていい感じですよ。はい、うわ、綺麗綺麗、桜吹雪綺麗です。止められそうやね。よかった。はい、到着しました。無事に車もね止めれそうですよ。よかったわ。見事やね、向かいのあのしだれも。わあ、すっごい、めっちゃ綺麗。ここ当たりちゃう？ここ当たりやね。何笑ってる。当たりやと思います、ここ。なんかもう、この間一回ね、実は様子見に来たんですけど、まだ全然ね開花してなかったんで、今日2回目なんです。この春2回目に寄せてもらうことになりました。はい、到着しました。行ってきまーす。御滝っていう字はですね、三に多い、気持ちの木って書いて、御滝、あ、まだか。言ってる？到着しました。御滝っていう字はですね、数字の3、3に多いっていう字に、あと、気持ちの木って書いて、御滝というものですよ。奥の方行ってみたいと思います。すごいもう、満開ですね、ほんまに。ちょっと葉っぱになってる、葉桜になりかけてるとこも止まるんですけど、いい時に来れたと思います。綺麗綺麗、桜のトンネル綺麗です。桜名所百選の地だそうですよ。めちゃいいやん、ここ桜のトンネルなあ。水キャットしてた。紫花のも咲いてますね。これは桃かな、このピンクは。綺麗わ。ここライトアップするんやね、夜桜広場。結構ね、花びら散ってますね。桜の花びらの絨毯も綺麗ね。最高です。結構巨木やね、ここすごい大きいよ。ほら、この木、幹がすごいご立派ですわ。あ、こんなとこ茶畑あった、見て、ほら。茶畑あるよね。一
ここもなんかすごい趣あっていいですよね。わあ、めっちゃいいここ。はい、ちょっとね離れて、私あまりにもなんか素晴らしい景色なんでね、何枚か撮影してます。結構な坂道上がってきてますよ。火の道、あーめっちゃいいわここ、綺麗やわ、綺麗です、最高です。結構な坂道やな。これ、しんどいぞ。はい、頑張りましょう。きつい。足しんどうなってきた。もうだいぶ疲れてきましたよ。情けないわ、今。車から駐車場からそんな立ってない。もう足もめっちゃ疲れてるわ。息切れ。まだだいぶあるんかね、向こうまで。しんどい。もうあかん。両脇には芝桜が綺麗。なあ。もうきつ。この辺ちょっと散ってしもてるな。私今日帽子持ってくの忘れたからさ、フードかぶってんね。めっちゃ日差しが強いわ。綺麗はここ、ちょっと行きましょうか。これ上登っていくの？ずっと。暑っ。私今日って私ここ来るの初めてやわ。こんなとこかめっちゃ楽しみです。この間はね、来た時咲いてなかったから表の駐車場だけ止めて、入り口のね、桜の開花をね確認してそのまま U ターンして帰ったんですけれども、おう、ここ綺麗な、めっちゃ桜吹雪がもうたまんね、なんちゅう綺麗なんやろこれなあ。あ、ここリフレ、リフレ取りたい、早く取りて、はあ、取れるかね、うまいこと、はあ、散ってるね、花いかだなってるわ。まあそれはそれで良きかなって感じやな。ここめっちゃ綺麗な、これ水仙と紫花菜と芝桜のコンビネーション最高やね。暑っ、暑い。うわ、すごい大きい樹木蓮がそこに咲いてます。満開やね、ここの。さっきのとこちょっとつぼみやったんですけれども、ここ満開ですよ。めっちゃ綺麗。
皆さんカメラマンさん多いわ今日。やっぱりスポット求めてやってきてますね。登ってきたぜ。もうちょいやね、あそこのポイントまで行きましょうか。取れるやろか。いいね、いいね。そっから降りれるんやろか。到着しました。 あそこ降りれるようになった。ある。いえー、もうめっちゃいいやんこれ。水が澄んでてね、ほんま綺麗やわ。水が澄んでて美しい。はい、じゃあね、田んぼ絡めてね、今からリフレ狙いで撮っていきたいと思いまーす。風がなかったらうまいことリフレするんやけど、どうかなって感じやな。足元結構ぐちゃぐちゃやな。気をつけて。暑いわ。どう？取れそう？うーん、言うてそこまで止まってる。ほんまに綺麗この桜。なんて可愛いんやろなぁ、この桜。濃いすぎるピンクでもなしな。どこ止めたっけね。あー、よかったー。ほんまにここ最高やったわ。パチ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 。